久しぶりの大阪で試合ということ でホーストカップも、2年ぶりぐらいですので、そうですね、楽しみです。緊張はやっぱり多少ありましたし、不安もありましたね。で実際、まあ、言っても動けるかなと思ったんですけど、ちょっと自分の中では不完全燃焼になってしまったんで、そこがちょっと悔しかったです。まあ、怪我した時点で過去の自分は一回死んだと思ってるんで、もう新たなスタートといいますか、もうやれれるところまでやって、もうベルト取れるならどんどん取って、で強いやつとどんどん試合していきたいと思います。まあ、自分がここまでやってこれたのも、プロ10年やってこれたのはやっぱ及川道場で打撃のいろはを教えてもらったんで、まあ、今でももちろんいろいろ教えてもらってますし、もう尊敬してます。負けないものを、まあ、適当さですかね。やっぱり結構適当に来てるんで、なんかもうガチガチに命かけてるほどのことを言うつもりもないですし、まあ、それでも負けないようには戦ってますね。そうですね、まあ、見た目はもうイケメンの好青年なんで、まあ、昔はね、もうちょっと喋れなかったんですけど、ね、最近ちょっと喋るも上手くなってるので、まあ、もちろん強くもなってますけど、まあ、そっちの印象の方が強いです。そうですね、まあ、僕はあんまり見せるタイプの試合する方じゃないんです。まあ、それ通りいやらしく攻めて、まあ、お客さん分かるか分からないかぐらいの感じでいやらしく攻めて勝ちたいと思いますよ。久しぶりのホーストカップなんで、大阪ですし、好き勝手やらせてもらいます。応援お願いします。お前ら俺のことちゃんと応援してくれるか。いけるか、頑張れ。